どうもこんにちは、セーラム州の鈴木でございます。本日はですね、オーダーいただきました靴のご紹介をさせていただきたいと思います。今回ご紹介するですね、靴はコンビの靴になります。こちらでございます。もしかしたらブログで、紹介したかもしれませんけども、やっぱりちょっと YouTube でもね、紹介させていただこうと思いまして、このような形で動画をね、上げさせていただきました。こちらですね、オーダーいただきました、そうですね、愛様、オーダーいただきまして本当にありがとうございます。こちらの靴なんですけれども、まずデザイン的には MD の11、オブリークとの MD 木型を用いたウィングチップになります。アイ様なんですけれども、かなり骨のがっしりしたお客様で、ウィズで測るとほぼほぼ 5E のウィズだったんですけれども、この MD 木型はハーフウィズぐらい余裕があるというのと、フィッティングをしていくと足長と、あとはまあそのウィズをこういろいろ調整したところですね、まあ 4E で綺麗にいくだろうというところでしたので、このお客様は 4E でオーダーいただきました。ですので、今皆さんがね、ご覧いただいている靴というのは、足長で言うと25センチ 4E の型になります。ですのでね、かなりのボリューム感のあるようなフロントデザインとなっております。で、こちらの革なんですけども、2種類革をご利用いただいておりまして、まず1つ目は KI の21、それから KI の28という、この2種類をね、使っていただいております。 KI の21、28というのはですね、キャメル、まあ、オレンジに近いようなライトブラウンをイメージしていただければよろしいかなと思います。で、このお色とですね、あとフロントだったりとか、切り返しの部分にもう一つ色が入っておりますけども、こちらはですね、ワインカラーを用いております。ですので、かなり色の差分があるので、カジュアル寄りなドレスシューズとなっておりますけども、ジャケパンのようなね、装いであっても、あとオフの時に履かれる場合でもかなり合うのかなと思っております。で、ですね、腰裏、裏側ですね、赤を採用していただいております。脱ぎ履きの際にもですね、かなり目立つのかなと思っております。靴のね、ボリュームが欲しいというところでしたので、こちらのお客様はダブル巻きを採用しております。まあこれ別の靴ですけども、ぐるっと一周縫い目があります。かかとのですね、ここにも縫い目が来ているという形になります。ウェルトに関してはストームウェルトを使っております。アッパーとウェルトの間にもですね、洗練したボリュームが出ているかと思います。写真にはちょっとないんですけども、ソールに関してはですね、タフスタッズのソールを用いております。ですので、まあ、こういうようなね、形になります。ダイナイトソールに近しいようなパターンのソールを用いております。固めのラバーとなっておりますので、削れにくいというのと、あとはまあ、滑りにくいというのがあります。ラバーをお選びいただく方は、ほとんどがこれをお選びいただいていると思います。はい。底の厚さに関してはシングル厚となっております。出し縫いの、糸のお色に関しては茶色、それから、コバの形状に関してはですね、タフスタズのソールは、ヒラしか選べませんので、横のコバの形状に関してはもう真っ平の削り方となっております。で、実際ですね、このお客様、引き渡しの際にですね、ちょっと写真を撮らせていただきまして、足への当たりといいますか、かなりこう、クッとこう、締まっている感じだったんですけども、特にお痛みはないということでした。後日ですね、お会いした際に、ちょっとお話をお伺いしまして、お引き取りいただいてから、ちょっとしばらくしてからですね、長野県の方にご旅行に行かれたようで、で、その際にずっと履いてらっしゃったらしいんですけども、特に、足で、なんかこう、ひどいお痛みが出るということもなくですね、まあ、それはね、本当にほっとしました。今の現状で言うと、かなりこう、フィット感も出ているので、足あたりも良くって、履いていて気持ちいいということをおっしゃっていただきましたので、本当にね、それはほっとした感じでございます。ということでね、今後もですね、こういった感じで写真を使って、靴をご紹介させていただければなと思っております。ということで本日は以上でございます。どうもありがとうございました。